雨が降り出してきました。淀川河川敷対岸では3月3日先週淀川寛平マラソンが行われ、多くの市民ランナー、そして吉本の芸人さんたちで大変な賑わいとなりました。そして今年は淀川河川敷、この東淀川が舞台となります。今年から1キロ3キロコースも5キロ10キロと同じコースに変更となった第33回東淀川区健康マラソン大会 G1 です。こちらが新たに1キロのジョギング折り返し地点となった地点となります。豊里大橋のほぼだいたい100メートルほど手前に折り返し地点が設けられているということになります。雨が降りしきってきています。淀川河川敷、2019年の始まり、そして平成最後となる G1 東淀川区健康マラソン大会、スタートの11時30分まであと20分少々に迫ってきています。開催時期が今年から2から3月へと移り、そして1キロジョギング3キロのコースも5キロと10キロと途中まで同じコースへと変わりました。そして気温ですが、現在は11度台、11度0分と今表示されています。31回大会にも雨の大会がありましたが、その時は冷たい北風の影響もあって条件の悪い中での開催となりましたが、今回も雨の降る中ではありますが、思ったよりも寒くは感じられません。まずまずのマラソン日和ではないかと思われます。しっかり降っていた雨ですが、先ほどから約5分ほどからは小降りになっています。まあ、傘を差している方もいらっしゃいますが、差していない方もいらっしゃって、まずまずのコンディションではないかと思われます。さあ、2019年の初め、そして平成最後の八代が健康マラソン大会 G1、 まもなく開会です。1キロジョギングコースは表彰を行いません。更衣室内には貴重品等を置かないようお願いします。本部では2019年の始まり、そして平成最後となる G1 第33回東淀川区健康マラソン大会、雨は小降りになりながらランナーが一斉にスタートしていきました。今年からは5キロ10キロそして1キロ3キロ別ではなく一斉のスタートとなります。また1キロ3キロコースも5キロ10キロと同じコースを走るという形態に変わりました。新たにリニューアルされた中で各ランナーがアスファルトから草むらの中へと入っていきます。こちらが完走所です。今年からはこのような風景が見られるようになりました。5キロ10キロのみならず1キロジョギング3キロも同じようなコースを走ってきます。さあ、ランナーたちが思い思いのペースを持ってスタートしていっています。ご声援よろしくお願いいたします。スタートしていますが折り返しました。手元で2分23秒で、あ、お子さんが折り返しています。お子さんが折り返しています。あ、これはちょっと対向車からちょっと逆になりますので、ちょっと当たらなければならなければいいんですが、さあ最後のラストスパートをかけています。あ、ちょっと構造間違えそうになったが、ユーロに下がって芝生に入った。さあ、どれくらいで来るか。まもなくゴールです。親子連れで親子並んでのフィニッシュということになるか。さあ、今入ってきます。フィニッシングテープ切りました。4分40秒、親子で4分40秒、お疲れ様でした。親子で4分40秒です。早くも3キロ男子のランナーが見えてきています。大会記録が9分54秒なんですが、さあ、それを上回ることができるかどうかというところ。
あと少しです。頑張ってください。今、アスファルトからサムに入った。ラストスパートに入った。さあ、大会記録が出そうな感じになってきた。さあどうか、さあどうか。ラストスパートだ。12番がラストスパートだ。今、表情上げて入った、入った。9分48秒出た。大会記録が出ました。9分48秒12番。大会新記録が出ました。雨降る中、雨が降る条件の中で、見事に大会記録が樹立されました。手元、9分48秒、疲れ切った表情です。見事な走りでした。9分48秒でゴールしてから2番目、2分半経ったところで、まもなく2分半経ったところで、次のランナーが見えてきています。28番が向かいます。ようやく2番目、28番が12分18秒で入りました。手元の時計、28番が第2位です。そして20番の坊ちゃん頑張りました。12分27秒で3番目フィニッシュしています。そして3キロ女子が戻ってきています。3キロ女子が戻ってきています。さあ510番が13分44秒、510番優勝です。13分44秒で優勝、510番果たしています。3キロ女子2番目がようやく見えてきました。5キロ2位のランナーも帰ってきました。29番が入ります。512番が第2位ということになります。15分04秒、手元の時計です。そして506番が15分07秒、わずかな差でした。風がまた強く吹く中で5キロ男子のトップが見えてきています。さあどうやら21分台になっています。21分で入ります。50分になろうとしています。7番が入ってきます。今7番、21分13秒、21分13秒、手元の時計で7番が5キロ男子を制しています。さあそしてその後ろです。5キロの男子の後ろ見えてきました。ゴールの線までです。頑張って。ゼッケン6番、ゼッケン6番が入ります。手元21分39秒で第2位果たしています。21分39秒第2位となっています。9番であります。男子の3番目5キロ水色のゼッケン入ってきましたのは9番です。東淀川区選手の森島忠志議員、森島忠志議員よく頑張りました。第3位で22分27秒第3位に入りました。22分27秒で第3位、森島市議頑張りました。5キロの女子、赤のゼッケン見えてきています。さあ30分台で切れるかどうかというところ、アスファルトから芝生に入ります。今入ってきて、さあどうか。こちらに見るしかありませんが、さあどれくらいで来るか。501番トップに入ります。501番が29分53秒、501番が優勝を果たしました。時計29分53秒で優勝を果たしています。疲れ果てました。そして女子の2番目、5キロ女子の2番目、赤のゼッケン見えています。どうやら1分の差になるんでしょうか。502番、501番が1位、そして502番が2位、ゼッケン通りに来ました。30分53秒、第2位502番果たしています。501番が顔を向けていますね。ありがとうございます。第2位という証、502番が第2位で入っています。うわ、もういいや。さあラストスパートに入りました。11番、これはすごいいいタイムがまた出そうです。見事な走り。今年はランニングフォーム、ランニングウェアに変えてきました。34分41秒、なんと34分41秒。11番おなじみのコースに一礼して会場に向かいます。前回は35分台後半でしたが、1分を上回って34分41秒、素晴らしいタイムでフィニッシュに入りました。
5キロ女子の3番目、すなわちこの5キロのラストということになります。ということは今年は501、502、503ゼッケン通りに入ったということを言います。両手を挙げました。38分22秒、笑顔でのフィニッシュになりました。5キロ女子は結局501、502、503ゼッケン通りの順番ということになりました。ようやくして男子10キロ2番目のランナーです。オレンジのゼッケン12番がこれから向かっていきます。アスファルトから間もなく芝生に入ろうというところ、今芝生に入りました。さあどれだけで来るんでしょうか。失礼しました、13番ですね、失礼しました、13番が入ります。44分41秒、44分41秒で入りました。13番、44分41秒で入っています。さあこの場内ではライブバージョンの大黒摩季さんの曲が流れてきています。そのまままっすぐです。まっすぐ入ろうとしています。お進みください。さあどれくらいで行くでしょうか。3番目、4番が向かいます。今4番が46分36秒、4番は46分36秒でフィニッシュをしています。ようやくして10キロ女子のトップが見えてきています。アスファルトに、はい、アスファルトから間もなく芝生へ入ります。10キロ女子、今芝生に入りました。芝生に入りました。大きな拍手が送られています。さあどれくらいで来るんでしょうか。52分台、501番、5キロ女子も501番でしたが、10キロも501番です。52分27秒、お客様のお呼びです。52分27秒、501番、10キロ女子を制しました。10キロ女子の2番目と3番目、アスファルトに入ってアスファルトを走っていますが、もう間もなく芝生へ、2番目が芝生に入りました。どうやら1時間以内で入ることができます。女子10キロ女子は501番でしたが504番です。女子の2番目、笑顔で504番、57分27秒で第2位に入りました。57分27秒で第2位です。そして3番目がすぐそこに来ています。最後の全力ラストスパート、57分39秒で第3位に入りました。最後のラストスパートは見事でした。今年は小粒な雨がパラつく中で、3キロ男子において9分48秒の大会新記録が樹立されました。また10キロ男子でも34分台の好タイム。雨が降る中で北東寄りの風が強かったものの、素晴らしい平成最後の G1 大会となりました。新しい元号に変わっても東淀川の淀川河川敷で展開されるマラソンは新たなドラマを生み出すかもしれません。頑張ってください。